1月29日の我が家の弁当芝の様子です。アントシアンの赤紫の斑点が増えていますが、葉先が黄色くなってきたのに加えて全体的に赤みを帯びてきています。見た目は悪いですが、アントシアンもただの紅葉ですし、例年通りこんなもんですね。冬の真っ最中ですが、芝刈りの回数が少なくなるこの時期はちらほらと雑草が出てきやすくなります。基本的に弁当芝は葉の密度が高く、雑草の種が飛んできても芝の上に転がっているので、簡単には雑草が侵入することは少ないです。普段なら週に 1,2 回の芝刈りをやっているので、芝の上に転がっている雑草の種も芝刈りと一緒に回収してしまうっていうのもあります。前回の芝刈りから3週間近く空いているので、その間に雑草が芽吹いてしまったようです。芝の葉は緑ですが、葉先が寒さで黄色くなっているようです。なんとなく伸びている感じもしますね。刈高測定器で見ても葉先が5ミリを超えているので、真冬の1月ではありますが、3週間でわずかに伸びているようです。刈高 4.3 ミリで芝刈りをしていきます。芝刈り機のリール刃から巻き上げられる刈りかすはわずかですが、しっかり手応えはあります。黄色くなった芝の葉先のみをカットしているイメージです。だからといって見た目が青くなってくるわけではないですが、パッティンググリーンとしてボールスピードを出すためにはあまり長くしたままというのは良くないです。動画のタイトルでは寒中芝刈りってなっていますが、今日は冷たい風が強く吹いていました。午前中の我が家の庭は輪花の影が全面を覆ってしまうので、その中で芝刈りをするのはとてもやってられません。午後になるとご覧の通り日が当たるようになるので、風は強いですがそれほど寒さは感じなかったです。日中は気温も10度ありましたからね。あと風の話が出たついでに、画面右側の植栽エリアなんですが、下に敷いているウッドチップが強風で芝生に飛びまくっているんですよね。これ1年前も同じことを言っていて、近いうちに砂利に入れ替える予定とか言っていたのですが、結局1年経ってもまだ実行せずです。弁当芝に飛び散ったウッドチップはほうきで元に戻していますが、奥のティフトン芝エリアの方にもたくさん溜まっていて、そっちのは落ち葉とか芝かすとかが混ざってしまい、元に戻すのに振り分けるのも面倒なのでゴミとして捨ててしまっています。いずれ砂利に入れ替えるつもりなので問題ないのですが、いつまでも入れ替えないでいるのでウッドチップの量が減って下の防草シートがむき出しになっちゃっています。今年こそは砂利に入れ替える意気込みです。見栄えの良い化粧砂利とかだとこれだけのエリアを埋めるのにいいお値段になっちゃうので、なかなか手をつけられないんですけどね。砂利は芝刈りの時に噛んでしまうこともあるので、芝刈り前には注意が必要です。もう一つ風の話。ちょっと前の動画で子供の自転車用サイクルハウスを設置したってのを報告しましたが、冬の時期に吹きつける遠州の空っ風と呼ばれるこの地域特有の強い風のせいでサイクルハウスが飛ばされてしまいました。幸い近所の人がすぐに確保してくれて、その他に被害が出ることがなくてよかったのですが、固定方法を考え直しました。前回は地面に埋め込んだ枕木にカスガイを打ち付け、そのカスガイにナイロン製のインシュロックでサイクルハウスを固定するようにしていました。まず打ち付けたカスガイの一つがしっかり打ち付けられていなかったのが原因でした。この枕木はオーストラリアの鉄道で使用されていたユーカリ製の枕木で、ものすごく重く硬い木です。例えば普通の木ネジ、コーススレッドを電動ドリルで打ち付けるようものなら、あまりに硬いユーカリの木のためにコーススレッドがねじ切れてしまうくらいです。最初に買ってきたカスガイはちょっと小さくて細かったせいか、枕木にしっかり打ち付けられずに曲がってしまい、打ち付けが浅くなってしまったものが一つありました。極
強風が吹き荒れてサイクルハウスの下側から風が入り込み、サイクルハウスを持ち上げる力が働いた時に、そのガス貝一つが抜けてしまったようです。そうなるとサイクルハウスの下が余計に浮いてしまうために風が入り込みやすくなり、パラシュートのように風を受けてしまうので、風に煽られて他のガス貝に留めていたナイロンの飲酒ロックが見事に切れてしまいました。ナイロンの飲酒ロックは1本あたりの引っ張り強度が50キロのものを4本使っていたので200キロまで耐えられると計算していたのですが、1箇所のガス貝が抜けてしまったせいでめくられるような形になり、1本ずつに引っ張りの力がかかってしまい、簡単に切れてしまったものだと思います。なので今回の対策として、もう少し太くて大きなガス貝を追加し、しっかりと打ち付け、簡単に抜けないことを確認しておきました。さらに今回は引っ張り強度 120kg あるステンレス製の飲酒ロック10本で、これでもかっていうくらいに固定しておきました。これなら台風でも耐えられそうです。芝生の話に戻りますが、ツイッターやインスタグラムとかの芝生界隈の様子を見ていると、高麗芝オーナーさんの中にはそろそろ春の更新作業の準備にかかろうという方も見かけます。我が家の場合はメインの芝生は寒地型のベントグラスなので、更新作業のタイミングも団地型の高麗芝とは異なりますが、我が家には高麗芝もティフトンもあるので、皆さんと同じように更新作業のタイミングを見計らっています。高麗芝オーナーさんで2月くらいにサッチングを計画している人も多いかと思います。早い人だと1月にやっている人もいるみたいですね。新芽の出る前にサッチングした方が芽吹きが良いという話も聞きますが、個人的には2月または3月でもまだ早いと思っています。有名な庭園などでは2月に芝焼きを行っていたり、ゴルフ場とかでも2月から3月に更新作業をしていたりするので、家庭のサッチングもこの時期にやるのがいいと思われているのかもしれませんが、ちょっと待ってください。早い時期にやるのは理由があります。芝焼きの場合は地上部を燃やしてしまうので、新芽が出る前の2月初旬に行われています。ゴルフ場で早い時期に更新作業をするのは、ゴルフのハイシーズンとなる4月5月を避け、本格的なクラブ競技が始まるまでには更新作業からの回復を終わらせるために、お客の少ない冬のうちにやってしまいたいという事情があるからです。早い時期に更新作業をしたとしても、芝生が生え揃って仕上がるのは初夏以降、大して差は出ません。そもそも今の時期、団地型の高麗芝は気温10度以下では完全に休眠しています。平均気温が10度を超える3月頃には根が活動し始め、芝の体内の貯蔵養分を使って萌芽が始まります。新芽が出始めることで冬枯れしていた芝生にうっすらと緑が見えるようになりますが、20度以下では肥料の食いつきが悪いので、3月から4月前半はほとんど成長することはないです。あやめにサッチングすると芽吹きがいいように見えるのは、サッチが取り除かれて新芽が見やすくなっているだけで、サッチングをしていなくても萌芽のタイミングはそれほど変わらないと思っています。早めの更新作業をすると、更新作業によって荒れた状態が長く続くことになってしまいます。見栄えが悪い状態が長く続くだけで、芝の成長に悪影響があるわけではないので、気にならなければ全然問題ないですけどね。サッチは寒さから根を守る防寒着の役割もあります。あまり寒い時期にサッチングをするのは、真冬に追いはぎにあって丸裸にされたかのようなものなので、早すぎるサッチングはやめた方がいいと思います。家庭の芝生なら平均気温が安定して15度を超える4月後半くらいなら、サッチングからのダメージもすぐに回復されると思います。2月3月で SNS などで更新作業をし始める人が多くなってきますが、だからといって焦ってこの時期にやらなくてもいいんじゃねってことを言いたかっただけです。ただ一点、春ハゲ症といってリゾクトニア菌などによって春先に病害が出ることもあります。サッチを取り除くことでリスクを軽減することもできますが、
春先の病害菌は昨年秋から潜んでいるわけで、サッチを取り除いても土壌にはしっかり生息していますので完全には防除できません。毎年のように春ハゲ症が出ていたり、昨年にラージパッチの症状が出た芝生は春ハゲ症防除のために2月から3月くらいに一度殺菌剤を撒いておくのがいいかもしれません。うちの場合の更新作業の時期ですが、団地型のベントグラスは3月末頃を予定しています。団地型の高麗芝やティフトンは4月の終わり、ゴールデンウィーク前あたりを考えています。ベントグラスに関しては昨年ひどくフェアリーディングに悩まされたので、春先からしっかりと察知コントロールをしておこうと思います。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。